デスマスク、マイク・ジョー。日本とフィリピンのハーフであるマイク・ジョーは、学生時代にアマチュアボクシングを始め、20代でキックボクシングに転向し、プロデビュー。ボクシングのテクニックを生かした変幻自在のパンチと殴り合い上等、負けん気の強さを前面に押し出したファイトスタイルが武器。そのポテンシャルを期待され、 K1 スーパーウェルター級王者木村フィリップ稔の相手に抜擢された。昔みたいなギラギラな感じでちょっと試合を楽しもうかなって思ってます。スイッチが入った感じです。熱くなってきました。だが木村が右手中指の心筋腱脱臼で全治2ヶ月の負傷欠場。それでもカード変更に動じず、ただひたすらに勝利を追い求める。しっかりいい勝ち方してアピールして、面白いファイター K1 に出てきたなって思ってもらえるように気合入れていくんで、よろしくお願いします。その対戦相手はフィアーノーン8。前へ前へと突き進む突貫ファイトと、188センチの長身から繰り出される一撃で相手をなぎ倒すハードパンチャーが K1 本戦に初登場。木村選手の代打ということだったので、まあそれなりに多分 K1 ファンの皆さんも多分ショックなところあると思うんですけど、でもその分みんなが期待するバチバチ代行できるのはもう K1 で僕しかいないかなと思っていたので、まあ全然サプライズの選出じゃなくて、まあリングに上がって結果で証明したいなっていう気持ちがすごいあります。木村稔選手以上のバチバチになるとは思います。それぐらい僕が焚きつけるので、会場沸くようなバチバチになる展開に絶対なります。おのずと結構タフネスで打ってるんで、タフネス自信もある、もらっても、ちょっとね、いろいろテクニック見せれればいいですかね。面白い攻防ができたら、いいと思ってます。スーパーファイトアンダー73キロ契約、マイク・ジョー VS8。